静岡市の難波隆市長は一般会計で54億228万円に上る6月補正予算案を発表しました。そのうち耕作放棄地を使って農地や企業用地の創出に取り組む法人を立ち上げる費用として30億3900万円を盛り込んだということです。静岡市においては耕作放棄地などの未利用低未利用地や空き家の増加が続いています。でこれらを有効活用するために高度営農用地や企業立地用地などへ改変するための取り組み。背景には農家の高齢化で効率的な農地の運営ができていないことや用地が少なく企業誘致が難しいことがあります。市は一般財団法人土地等利活用推進公社を立ち上げ土地所有者に活用法を提案したり企業との仲介をしたりするということです。事務所は葵区役所内に設置し職員8人を派遣し8月の登記を目指す方針です。この補正予算案は6月議会で審議されます。